ちゃちゃこんにちは。ナイツの花輪です。またお願いします。ご丁寧にありがとうございます。さあ、来たよ、お前らの。いやなんかこう、はい、あれだろうな、ここ記事です、はい、一生かかってるかもわかんない。いやいや、そうですね、こんな機会もう年末、もしかしたら言うかもしれないですからね。どこに M1 の決勝。あ、僕らがってことですか。 M1 の決勝に、はい、いや、これはもうでも、はい、それはやっぱり誰か来るか分かんない。鉄腕の友でも言ってますから、はい、もうどんな格好のやつでもこれで、はい、言ってますから、これは可能性としてはあります。ありますか。あります。ビジュアル的にも大丈夫ですよ。いや、もう全然大丈夫です。はい、じゃあちょっと一回こうね、はい、まあ、前回言ったように、はい、ちょっと約束だからお前ら、はい、ちょっとネタを見せて、僕らのちょっといつもやってるやつを、はい、ネタがあるので、はいはい、よろしいですか。はい、はい、じゃあお願いします。はい、高校球児のコント寿司屋大将。はい、おすすめの握りちょうだい。ありがとうございます。はい、どうぞ。千賀のフォークの握りになります。出た、お化けフォーク。よ、愛知県立蒲郡高校。いや、面白いけどね。これはありがとうございます。まあ、野球好きは分かりますよね。まあ、それだけなんですか。はい、あれを、あれだけの日にこう、あれだけではないんですけど、こういうのをやってます。やったりとか、これは、いや、まあでもこれを連発するわけですよね。そうですね、コント、こういう一つのコントの中の一つ分ショートコント、漫才にしたらするんじゃないですか。実は僕ら、漫才をやったことがなくて、はい、コント、野球コントだけやってたし、はい、まあでも、漫才もコントもそんなに違いはないですからね、はい、言ったら、まあ、はい、マイクが置いてあるか何かみたいな違いですよね、はいはい、だからマイク置いて、それをやればいいんですか。今の感じの、はい、お寿司屋さんやりたいってよくやるじゃないですか、なんで、はい、それで やればいいか。ちょっと投げやりになってないですか。いや、そんなことないです。あの、ちょっと俺の中であのちゃんとした漫才を見せてくれるものだと思ったら、ちょっと長めのバージョンって千賀のフォークだけで終わると思ってなかった。いや、そうですね。それはもうあのアドバイスしようがないから。コントしかないんで。いやいや、なんか長めのがあるよ、髪切るとか。ああ、美容室みたいな。美容室みたいな、はい、2分ぐらい見せてもらって。あ、2分ぐらいのコント、いいっすか。いい、あ、いや、いいっすかってお前最初から言ってんじゃない。結構じゃあちょっと動いていいっすか。いいよいいよ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。高校球児のコント、野球ばっかやってきたやつの初めての美容室。すいません。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あの、家のバリカンがぶっ壊れて、はい、あの、ちょっと初めて美容室行こうかなって。あ、はい、あ、そうなんですか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はカットでよろしいですかね。はい、カットで、はい、かしこまりました。じゃあこちらの方にお越しください。はい、失礼します。はい、失礼します。お客様いらっしゃいませ。はい、じゃあ本日どういった感じにしましょう。なんかせっかくなんでこうちょっと2ブロックみたいな感じに。あ、すいません、あのちょっと本持ってきてるんで。あー、なんか参考になるようなものございましたら。お兄さん、参考だけ日大参考とかじゃないですよ。どうしよう。はい、ありがとうございます。放置高校野球2017、はい、それトレンドなんで、こっからという、はい、よろしいですかね。お願いします。はい、かしこまりました。それの109ページ開いてもらって。109ページ、はいはい、はいはい、あの熊本工業の練習風景写ってるんですけど。あ、熊本工業、はい、書いてます。それであの全員で素振りしてると思うんですよ。あ、こう並んでる、はい、はい、それであの先頭のこのうなじ、うなじ、はい、最高なんで、はい、その子の髪型にしてほしいなと思って。こういった感じで、はい、かしこまりました。ちなみにお客様、はい、あのここに乗ってる子たち全員坊主頭なんですけど、はい、この並んでる後ろの坊主じゃなくて先頭の坊主で、はい、かしこまりました。失礼します。違いわかんないよこれ。はい、じゃあお返しいたしますね。失礼します。はい、じゃあ始めていきますね。ちょっとこちらかけていきます。失礼します。アイシングしないですよ。お連れてください、お客様。アイシングしないですよ。お連れてください、お客様。ピッチャーじゃないですよ。そんな怪しいもんじゃないです、お客様。お客様、え、こちら切った髪がこう服につかないようにするためのもんですので、はい、違いますよ。なんかそんな怪しいやつじゃないですよ。かみってますね。あ、出た、髪の毛だけに、うまいこと言いますね。かみってるってのはね、広島カープのね、はい、あの鈴木誠也選手ね、うん、高校時代は東東京二松学舎高校で、ね、ピッチャーやった。プレーボール落ち着いて。はいはい。じゃあお客様、あのベリーショートなんで。すいません、すいません、すいません、自分サードなんですよ。あ、ポジションの話じゃなくて。はい、髪短いんで、はい、霧吹きで水かけたりしなくても大丈夫。あの、スプリンクラーで馴染ませるとかも大丈夫なんで。あ、芝生だとは思ってないです、はい、大丈夫ですね。はい、じゃあ切っていきますね。よろしくお願いします。はい、はい、はい、できました。どうですか。
あ、もう最高です。軽くなりました。大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼しまーす。お疲れ様でした。失礼しまーす。はい、本日シャンプー、リンスどうなさいますか。ピンチはチャンス。大丈夫そうですね。はい、お会計あちらの方でお願いします。あ、すいません、すいません。はいはい、あのこれからあの東海大相模の二軍戦行くんですけど、行きますか。あ、結構です。どうも、ありがとうございました。どうでした。いや、良かったですけどね。僕はいつも思うのが、その初めにタイトルを言うのは、はいはい、あれがいるのかいらないのか問題とか、ね、そうですよね。そこはちょっと、あれがあることで、はい、もうそう思っちゃうだけになっちゃうじゃないですか。あれがないことで徐々にこいつは高校野球しかやってこなかったんだってこっちが思わせる方が面白いんじゃないかなって思っちゃう、はい、まあ想像をかきたてると、はいはい、野球の試合でも、はい、予告先発よりも予想先発の方が好きです、はい、好きです。ああ、なるほど、うん、それもそう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 そっから勝負に入ってるっていうことですね、はいはい、例えばジャルジャルとかも、はい、このルールを説明しないじゃないですか、はい、あのゲームはそうです、ね、去年の円満とか、はい、でこうやりながらこっちがあ、これ半分なんだなみたいなのを分かってくるじゃない、はい、それをさ説明しちゃうコンビっているのよ、はい、あんま名前言うとあれだけどさ、例えば なんかあの誰かみたいなさ、はい、初めにこうちょっとコンビ間だけのゲームみたいなのをルールを説明して、はい、その1分ぐらいかけてその漫才やって、あ、それをなんかお前らが考えたゲームを見せられてるだけってなっちゃうから、はい、そんな説明しないでもうやっていく中でやった方がいいのかなと思ったんだけど、なるほど、そうなると、はい、この格好じゃおかしくなっちゃった。あ、もちろん、あの、平場用の、はい、違います、そうだよ。ああ、そうなんだ。そうだ、はい、あ、そうか、そうか、はい、助教室のちゃんと、そうだよ、ね、普通のやつ着てます、はい、はい、すみません、すみません、この格好おいおい、いつになく真剣だね。いやいや、ちょっと、めちゃくちゃよ、本当に必死なんですよ、はい、そこはすごい大事な、そういう YouTube やろうと思ってるぐらいなんで、なるほど、コラボしましょうよ。そうですね、本当に、はい、やるんですか、本当に。いや、ちょっとあの、嘘なんですか、嘘なんですか、やりますよ、ね、だからバカリズムさんの、はい、トツギーノっていうネタ、あ、はい、あれもこうやって、はい、初め何にも説明しないで、はい、いきなりトツギーノっていうのが出てくる、はいはい、なんとかなんとかトツギーノ、はい、なんとかで、初めは受けないんだけどだんだんこう見てる人が、あ、これトツギーノが突然出てくるんだなって思ってくるから、おじわ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 受ける、はい、じゃない、はい、なんかそれでじわじわ多分やっぱいけないといけないのかな、あ、待っていくってことですか、ね、はい、はもうだって全部お笑いってそうですよ、僕らの漫才が土屋がいや小ボケ多いなって言っちゃったらもう終わりじゃないですか、それ言わないでずっと突っ込んでるから見てる人が、はい、いやもう小ボケばっかりだなってなるようにしてるから、だから別にあのここで言わないでも見てる人がいや野球多いなって言わせればいいわけだから、別にこう、はい、ツッコミが言わなくてもいいってことなんですよ。いや、俺野球でちょっとうまく例えて、いや、どうもくさん、野球はもうアピールアピールだからね。ああ、野球か、はい、そうです。いや、もうとにかく結果勝負だから、だからそのなんていうの、思わせぶりは良くないですよね、はい、なるほど、うん、だから野球っていうのはもうとにかくアピールアピールして、もう代打もう出たいんだったら監督の前でブンブンするとかしとかないといけないから思わせぶりじゃいけないしね。でも花田さんの野球のネタがあるって言ったじゃないですか、はい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 、あれちょっとどんなやつなんですか。あれはあのジュゲムのネタとか、あ、長いやつと短いやつがあるんですけど、まあ一番長いやつだとそのジュゲム、ジュゲム5個のすり切れみたいなのあるじゃないですか、はい、あれを全部野球で間違えるみたいなのが、10ゲーム、10ゲーム、後藤の振り逃げ、ジャイアンツ球場、毎週末、風来松、往来流、ピンチのところに住み光男とか逮捕、逮捕、逮捕のチューインガム、チューインガムはグリーンウェル、グリーンウェルはポンコツだけど、チンポコだけは超究極に超すげえっていうネタがあるそうですね、やっぱりもう野球ネタやめた方がいいかもしれない。マスコまでアドバイスしていただいて今降りてきましたね。結構戻してほしい。根元からになりましたけど、僕ら一回漫才で、はい、なんかこの格好で出てって、うん、全然野球やんねえじゃねえかってなってっていうネタもちょっとあったらいいなっていうのは、そりゃそうだな。だからまあ難しいんですよこれっていうのは、はい、それをなんか本ネタとして認めてくれる人がいれば一番いいんですけど、はい、今の世の中って
実は昔よりも難しくなってて、多分ね、ひな壇とかがない時代だったら OK だったんですよ。で今、はい、ひな壇っていうとこあるわけでしょ、はい、あれでこういうことをやるわけですよ。野球がすごいうまかったとか、はい、野球部だったっていう引き出しなわけじゃん、はい、でそれを本ネタでやると同じことやってるから、はい、それ同じことがいいいいっていう人もいるんだけど、やっぱり本ネタは本ネタでちゃんと持ってて、はい、でそれで世に出た時に、実は僕はすごく野球もうまくてこういうふうに出て、あそうなんやっていう方が本当は一番いいわけ。だから本ネタをどうするかっていうことになるわけよ結局、はい、だからもう野球ネタやめたもん最初から野球ネタだけやってきたわけではない、うんうん、まあそうなんだよね逆なんだよねそうか、ずっと普通のえそうなんだよ、ね、野球関係ないネタをやってて行き着いた先がそれ生かさないとね行き着いたのがここになっちゃいましたで終わった俺は、いやでも俺はちょっと今日見た中で一番笑ったのが千賀のフォークの握りだったんですよ。それは 何かというと、多分千賀のフォークっていうワードの面白さがあるんですけど、多分彼のボケのテンションがあれが一番合ってるんですよ。あなるほど。だから他のボケは多分テンション的にあんま合ってないの。むしろ俺がやった方が面白い、多分おとなしいボケとか、はい、だから千賀のフォークの握りっていうあの言い方のボケばっかりやった方がいいと思う。あのテンションを覚えておいて、はい、そしたら絶対笑い取れると思う。だから無理にちょっと苦手なボケ感のやつはあんまりやらない方がいいかもしれない。千賀のフォークの握り4回連続でやってもらって1回、はい、ちょっと1回やって1回おすすめ4巻は他のもあるんですよ。マイケン、マイケンのとかも あるんですか。それ4人やったらとりあえず4回とりあえず4回ですとりあえず4回まあ千賀も入れていいから。はい、大将、はい、おすすめの握り4巻ちょうだい。ありがとうございます。でも千賀のフォークの握りです。ちょバンデンハークのマスの握りになります。ダルビッシュのスライダーの握りになります。マイケンのカーブの握りになります。これあの途中で入れなくてもよかったですか。高校とか僕がなんか入れた方がいいですか。あ、入れるパターンで見たいです。それじゃつまんないな大将、おすすめの握り4巻ちょうだい。ありがとうございます。ちょっと千賀のフォークの握りになります。そっちの右。いや、ここあ、ここがそうですか。あ、そういうことですか。そこまでで、ね、そうだよ、まあ、やっぱり高木さんの方が分かってますよ。あ、そうですね。完結しないとつまんないだよ。すいません、ちょっと、はい、ちょっと高校名が、あの入れとこないと。いや、お前、あれしかないやどうしたこれ。最近、千賀しかやってなくていや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 、あ、これだったら絶対出てくるっていうネタやってみ出てくるよ、その千賀はまず出てくるよな、はい、これ、マイケンも出てくると思う。はい、それは分かる。だから、あと2つは、はい、お前がこう、やっぱこういうと、ね、うん、そこがやっぱりあんの呼吸だから。そうですね、緊張感がないと、やっぱ待てって面白くなくなったら、はい、そうですね、はい、大丈夫ね。はい、はい、行きましょう。行きましょう。はい、大将、おすすめの握り4巻ちょうだい。ありがとうございます。どうぞ、千賀のフォークの握りになります。出た、お化けフォーク。よ、愛知県立蒲郡高校。ちょ、マイケンのカーブの握りになります。出た、そっちの握り。よ、大阪府市立 PL 学園高校。よ、ダルビッシュのスライダーの握りになります。出た、そっちの握り。よ、宮城県市立東北高校。よいしょ、菊池雄星のスライダーの握りになります。そっちの握り。よ、岩手県市立花巻東高校。おー、いや、お前でもさ、はい、高校名じゃなくて、はい、なんとか私立とか、はい、なんとかって言うだけでしょ。そうですいやお前そう、いやいや、そこに今の見たけど全然面白くないなんでやらしたんすか。こんなに千賀の鮮度が落ちるんですか